あっちどっちそっち ABS。 ここからは名張市観光協会週末ガイドのコーナーでございます。さあ本日はですね、少蓮寺レイクホテルさんから伊藤孝之さんにお越しいただきました。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。少蓮寺レイクホテルの伊藤と申します。はい、お世話になりますね。あの今日もいいお天気の中、暑い中ね、いただいてありがとうございます。はい、ではですね、今回は4月1日からまずはね、屋外で行われているバーベキュー場のオープンについてね、こちらからお話をいただきたいなと思うんですけれども。はい、はいはい、ありがとうございます。通常ですね、うちの方のバーベキューは5月からいつもさせてもらっているんですけれども、ちょっとお客様の要望が多かったので、今年は4月からという形で始めさせてもらっております。バーベキューはですね、一応3種類ございまして、はい、ミックスタイプとファミリータイプ。ファミリータイプはお肉がメインの部分と海鮮がメインの分になっております。うんうんうん、なるほどね。結構3種類もねあるということなんですけれども、はい、またねこれお写真をですね、はい、ホームページの方から拝見をしていたんですけれども、はい、もうねすごく盛り合わせがねとにかく美味しそうで、そうですね、ありがとうございます。ねえ、まあ、お肉の方もいいですし海鮮の方もいいですし、なんかすごい悩みそうですよね。こちらの方は全てですね、はい、温泉の方がついておりますん で、 で食事の、まあ後でもさっきでもお風呂に入っていただけるというプランになっております。あ、そうなんですね、はい、もう自由に。そうですね、はい、まあちょっと汗を流してから。そうですね、はい、いやいや、バーベキューを楽しまれるというのもいいですしということですよね。まあこちらなんですけれども、日帰りや宿泊どちらでも OK なんですかね。こちらの方のプランに関してはですね、はい、一応今やってるプランに関しては、まあ、お昼だけのプランになっております。うんうん、あ、お昼のみのプランということですね。はい、そうですね。ただしその7月のですね1日から、うん、まあ、お時間あるんですけど、8月の末まではですね、うん、バーベキューのみの夜の営業もやっておりますもので、うん、はい、なるほど、かしこまりました。7月からその7月1日から8月末までの、そうですね、31日までですね、ということですね。はい、このまあナイト営業ということなんですけれども、はい、この7月1日から8月末の区間、期間は、お昼間もどちらでも、そうですね、夜のプランもお昼もやってるということで、バーベキューだけで、はい、あ、なるほど、かしこまりました。で、どちらも、お風呂もついてくるというような形ですかね。そうですね、はい、ああ、わかりました。ではまあ今の時期はですね、まあ4月1日頭から、まあ、6月の末まで、お昼間のみということなんですけれども、はい、お時間の方は何時から何時までとかお時間の方は、お昼に関しましてはですね、11時半から、はい、1時半までのお食事の時間になっておりまして、1時半が一応オーダーストップになりますんで、1時半までにバーベキュー会場の方に入っていただければ、あ、はい、結構ですんで。あ、そうなんですね。じゃあこの時間までに、まあ、入っていただければということですね。そうですね、はい、あ、わかりました。お風呂の方は特に時間は決まっていないということですか。お風呂の方もですね、一応お風呂の方もございまして、お風呂は11時から入っていただきます。3時が最終の受付になります。あ、11時から午後の、まあ、3時が最初の、はい、それで、うん、4時まで入っていただけます。あ、4時まで楽しめるということで、はい、なるほど、ありがとうございます。そしてそうですね、またこちらですけれども、まあ、入浴もですね、展望の入浴になるんですか、こちら。そうですね、お風呂の方は一応、うん、男女、まあ、当然分かれておりましてですね、はい、お風呂の方から少蓮寺湖が露天風呂の方から見れるようになっておりますので、はい、景色はだいぶいい景色になっております。あ、じゃあもう本当に少蓮寺湖を眺めながら。そうですね、はい、まあ、この、まあ、木々のね、もう、そうですね、今ちょうどね本当にねえ、まあ、これからの季節だともう本当に新緑の季節ということでね。そうですね、よりね、もう緑が青々としてくるような感じですよ、はい、からね、いやー、これからもちょうど今ね、本当にもうポカポカと暖かくなってきて、もう4月
からっていうのがね、本当に嬉しい、喜ばれてる方たくさんいらっしゃるんですね。そうですね、たくさんのお客様来ていただいてますんで、はい、うん、ね、なんかもう4月ってまだちょっと肌寒い気持ちありましたけれども、そうですね、今年はすごい暖かいですもんね。そうですね、うん、なるほど。ぜひぜひ皆さんお越したくさんいただきたいんですけれども、はい、どうですか、4月1日からも始まってお客さんの方は。お客さんの、そうですね、一応予約制になっておりますけれども、たくさんの予約はいただいておりまして、はい、まあ、たくさんのお客様に来て喜んでいただいていますね、はい、そうなんですね、はい、ちょうど今いちごのシーズンもありますんで、あ、そうですよね、はい、それもそうですよね、今からまたご紹介いただきたいと思いますけれども、そのちょっとバーベキューの方なんですが、はい、バーベキュー道具はなくても手ぶらで来て大丈夫なんですね。そうですね、手ぶらで来てもらって結構です。うちの方でバーベキュー会場と、はい、お食事のご準備させていただきますし、うん、もうバーベキューの、専用のセットになっておりますので、はいはい、特に何も持ってきてもらうものは必要ないですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう手ぶらで来ていただいて、もうね、海鮮バーベキューなりお肉バーベキューなり、ね、楽しんでいただけるということですね。わ、はい、かりました。あと雨、万が一雨が降った場合とかはどうですか。こちらの方はですね、うちの方のバーベキュー会場は一応屋根がございますんで、うん、少々の雨でしたらバーベキューやっていただけます。あ、なるほど、はい、屋根もついているので、はい、まあ、多少の雨でしたら楽しんでいただけるということですね、はい、なるほど、それはまた嬉しいですね、はい、まあ、急な雨にも見舞われたとしても ね、はい、まあ、ちょっと最近雨の日も多いもので ね、 そ う、 ですね、まあ、まあ、そういう時でも安心していただけるということです。はい、ありがとうございます。さあ、そして、まあ、また、まあ、ナイト営業についてはまたご紹介、そうですね、また、はい、うんうん、させていただきますね。はい、ありがとうございます。ではいちごの方もね、ご紹介いただければと思いますが、はい、はい、こちらの方もお願いします。はい、いちごなんですけど、うちの方でいちご狩りのですね、ショーレンジのですね、ブドウ組合のいちご部さんと、まあ、コラボして、うん、出しているプランというのがございまして、はい、1月のですね、5日から5月の10日まで、いちご狩りプランというのをやっております。なるほど、もう5月の10日までということはもう来月の頭までということなので、ちょうどあと1ヶ月ほどしかないわけですもんね、はい、いや、もうすぐ終わってしまうということで、先ほども私いちごの話しましたけれどもね、いちごは本当にビタミン C もたっぷりありますので。そうですね、お時間30分ですけれども食べ放題になっておりますので。そうですね、はい、まあ、ぜひ、しかもまたこちらお昼ご飯もねついてくるということですけれども。そうですね、昼食の内容についてはどういったものが。昼食の方はですね、うちで出している花御膳というですね、牛、うん、のすき焼きがメインになったお食事ですね、うん、こちらの方と、温泉、それといちご狩りとがセットになった花御膳コースというですね、いちご狩り、こちらの方も4980円でやっております。あ、いいですね、まあ、温泉もつ、あ、温泉も、温泉もついております。あ、ついてくるということで、はい、あ、素敵。じゃあ温泉もついてきて、ご飯も、そしていちご割りもついて4980円ってだいぶお得ですよね。そうですね、はい、あ、まあ、普通だったら1万円ぐらいしそうですけれども ね、 なるほど、まあ、制限時間30分でいちご割りもね、いっぱい楽しんでいただくわけですけども、こちらお時間の方はどうなるんですかね。お時間もね、先ほどお話しさせてもらったバーベキューとほぼ同じ時間になっておりまして、あ、はいはい、一番早いお食事でしたら11時半からお受けさせていただきまして、うんうん、こちらも1時半がオーダーストップになりますね。1時半までにレストランの方に入っていただきましたら、うんうんうん、ご準備させていただきます。あ、なるほど、わ、はい、かりました。そしたら先に例えばですね、いちご狩りに行って、で後からこうお昼ご飯食べに行きたいという場合もあり、あ、やってますし、先にご飯食べてから逆にいちご狩りに行く、そうですね、はい、ということも OK。 あ、大丈夫です。あ、わかりました。ちなみにそのいちご狩りのこの少年寺子さん の、 お時間の方はどうなってるんでしょうか。いちご狩りの方はですね、こちら の、はい、一応30分という形になっておりまして、あ、制限時間は30分、ね、あ、そうです、そうです、営業時間の方、あ、その少年寺子観光村さんの営業時間の方、一応ね、観光村さんの方で一応9時半から営業の方はやっておりまして、はい、一応4時が閉園なんです。あ、4時ですので、まあ、時間から考えれば3時半が一応最後という形になります。
ですかね。あ、3時半が最後の入園、はいはい、ということですね。かしこまりました。でしたら、まあ、ちょっとね、まあ、でも1時半からまあ午後の3時半まで、そうですね、時間は余裕ありますんで、はい、なるほど。ゆっくりとね、まあ、お食事楽しんでいただいて、いちご狩りしていただくっていうのが、そうですね、はい、まあ、一番ベストかもしれないですね。はい、はい、わかりました。まあ、ちょっとあまりにもね、お腹いっぱいになりすぎちゃうと、いちご狩りも楽しめなくなってしまうかもしれませんので、はい、お腹の余裕もね、なるべく残しておいていただければなと、はい、はい、でもね、しっかりと堪能していただきたいなと思います。はい、また温泉は帰りに入るとか、そういうことは可能なんですか？温泉の方も帰りに入ってもらっても結構です。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうそのプランで全て含んでいただけるということですね。温泉の方も何度入ってもらっても結構ですね。あ、さっき入ってもらって、うん、まあ、お食事してもらって、いちご狩りしてもらって、最後にまた入っていただいても結構、2回入ってもらっても結構ですので。素晴らしい、はい、もう本当にもう自由に、そうですね、はい、にその1日を楽しんでいただけそうですね。はい、はい、わかりました。そうしましたらですね、あと、まあ、ぶどう狩りの方もね、あるということですけども、こちらの方もじゃあご紹介いただいてよろしいですか？ぶどう狩りはね、ちょっとまだ私書類がまだできてませんでした。ああ、そうでしたか。ごめんなさい、ごめんなさい。7月20日から10月31日の、ね、はい、まあ、末まで、まあ、ちょっと先の話になりますね。そうですね、はい、こちらは、はい、まあ、ぶどう狩りもね、少林寺湖さんの方を行っておられますので、またこれもタイアップして何かコラボ。そうですね、ぶどう組合さんとまたやって、セットプランとかを出させてもらうつもりでいてますんで。はいはい、はい、そうなんですね。まあ、またそれは7月のね、7月20日が近づいた頃に、そうですね、はい、というのもね、はい、はい、いろいろと情報が出てくるかなと思いますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。まずはもうこのバーベキューの方とね、いちご狩りのセットプランの方を楽しんでいただきたいんですけれども、はい、まあ、じゃあちょっとね、またお話戻りましょうか。お時間ありますので、はいはいはい、このバーベキュー場のね、まあ、ナイト営業が7月1日からということで、まあ、こちらもちょっと先のお話にはなるんですけれども、はい、またお昼間とね、違ったこう雰囲気が楽しめそうですね。そうですね、夕方の、景色というのはすごくね、綺麗なもんですね。少林寺の方の湖に虹が映りまして、うん、そうですね、はい、またちょっとなんか幻想的な雰囲気で、厳かな雰囲気の中でバーベキューをお楽しみいただけますよということで、はい、あとなんかちょっと違うページになるかもしれないんですが、プールなんかもね、はい、プールの方も、はい、あと一応ね、うん、ご宿泊とですね、ご宿泊いただいたお客様の方は無料で入っていただきます。あ、はい、で、外から来るお客様に関してはですね、別にまた有料にはなりますけど、またプールの方もやってます。あ、去年はね、ちょっとコロナとかの営業で時間の短縮営業させてもらったんですけど、うん、今年はね、ちょっとまだ今のところまだどういう営業スタイルになるのか、あ、なるほど、分からないことところございますんで、うん、はい、まあ、ちょっとまあこちらの方も、まあ、日が近づいてきたらいろいろと詳細が出てくるかなという感じですかね。あ、わかりました。ぜひね、まあ、屋外のプールとかも気持ちよさそうなのでね、はい、利用していただければありがたいですけれどもね。はい、ということで、あと、まあ、いちご狩りの方はですね、またこちらも雨の日でも安心ということなんですかね。そうですね、こちら、うん、組合さんの方でですね、一応ハウスになっておりますんで、はい、基本的には大雨じゃなければいちご狩りはしていただけるという形になりますね。わかりました。はい、ということでね、こちらの方も、まあ、ちょっと、まあ、ご予約の方は一応ね、こちらの方に今ご案内させてもらったプランに関してはですね、うん、はい、ご予約が必要になっておりまして、うんうんうん、前日の午前中ですね、はい、3時まででしたら、ご予約の受付やっております。うんうん、ただしですね、土曜日とか日曜日ですね、はい、そこ祝日に関して、このバーベキューですね、はい、以外のこのいちご狩りの通常のレストランメニューに関しては、うん、ご予約なしでもお受けさせていただいておりますんで。あ、なるほど、はい、なので予約なしでも大丈夫ということですね。そうですね、はい、はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、まあ、ちょっとお時間も少しあるんですけれども、このお風呂の方の、何か例えば効能とかそういうのはあるんですか？お風呂の方は、こちらの方はですね、はい、美肌の湯といいましてですね、うん、お肌の、お肌を整えるという効果がございまして、はい、あ、お肌を整える。そうですね、はい、ホームページにもね、記載があるんですけれども、ツルツル、すべすべお肌になれる天然温泉だということなんですね。そうですね、はい、
皮膚の角質を柔らかくしてくれて、また脂肪分を洗い流してしっとりとしたお肌にすることができるということで、またこれ女性にとってもね、喜ばれるポイントですよね。はい、まあ、男性の方ももちろんね、お肌すべすべ出していただいては、はい、いいかなと思いますし、また温泉の方、こちらお風呂の方は種類も何種類かおありなんですか？いや、お風呂の方は一応ね、あの種類はございまして、もちろん内風呂と外風呂と、あと、あの伊賀焼きを使った壺風呂というのがございます。あ、そうなんですね、はい、なるほど。まあ、ちょっとあのお写真の方ではね、あのパッと見じゃ、あのすぐに どのお風呂が種類があるのかなって分からないかもしれないですけれども、はい、はい、まあ、行っていただいたいろんなお風呂を楽しんでいただけるというわけですね。わかりました。まあ、それではですね、あのいろいろご紹介いただきましたけれども、ちょっとお時間近づいてまいりましたので、リスナーの皆さんに何か一言メッセージございましたら、ぜひともお願いいたします。はい、ね、今ちょうど、桜がね、満開の時期になっておりまして、たくさんのお客様が来ておいて、来ていただいてます。はい、ですので、まあお食事は先ほどご案内させてもらって予約制になっておりますが、喫茶とかでしたらね、予約なしで受けさせてもらっておりますので、ちょっと桜見たついでに寄っていただければと思います。そうですね、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ、まあ、4月の、ね、末ぐらいから、まあ、5月の10日後までかけて ね、 そうですね、ゴールデンウィークという長い長いゴールデンウィークもね、はい、待ちに待っておりますので、はい、まあ、この期間を、ね、通して、まあ、お早めにね、という予約とかも、そうですね、予約いただければ、はい、うん、結構埋まってきてますんで、ね、あ、結構埋まってきてる、はい、まだ予約の方は大丈夫そうですか？大丈夫ですね、はい、比較的、平日の日でしたら結構空きございますんで、そうなんですね、はい、もう絶対もうぜひぜひもう皆さん、はい、今がチャンスというか ね、 そうですね、まあ、コロナは今ちょうど収まってますので ね、 そうですね、はい、まあ、この期間にもお子様と、ね、どこ行こうかなと悩まれている方がいらっしゃいましたら、はい、改めてこの4月1日から、まあ、屋外でバーベキューができるバーベキュー場のプラン、そして、5月10日までは昼食といちご狩りがセットになったこのプランというのをね、ショーレンジレイクホテルさんでは行われておりますので、はい、またホームページなんかでもね、そうですね、はい、見通していただければと思いますね、はい、ショーレンジレイクホテルと調べていただければすぐに出てきますのでね、はい、まあ、もしよろしければお問い合わせ先などなんかがございましたら、ぜひよかったら、はい、うちの方の電話番号の方ですね、はい、0595-63-6211 になりますんで、はい、こちらの方にお電話かしていただければ、あの予約の電話番号になっておりますので、あ、はい、分かりました。お電話で、ご予約いただくのもよろしいですし、はい、また、ネットの方とかでもね、そうですね、あの宿泊に関してはネットも予約やっておりますんで、あ、はい、あらあら、まあ、ぜひあの日帰りのみならず宿泊の方も、ね、はい、ね、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、ということで今回は、まあ、ゴールデンウィークに先駆けて、はい、ショーレンジレイクホテルさんの伊藤孝之さんに、はい、おすすめのプランについてご紹介をしていただきました。伊藤さん、今日はどうもありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんお越しください。あっちどっちそっち ABS